ロバート清崎、ロバートトール清崎、ロバートトール清崎、日本名、清崎トール、1947年4月8日大は、アメリカの投資家、実業家、セルフヘルプ著者、金融リテラシー活動家、時折金融コメンテーター、日経四世、金持ち倒産シリーズの著者、ブログと、ヤフーファイナンスでのコラムにて、グローバルエコノミック、 投資、ビジネス、世界金融市場、個人金融について最新の考えを述べている。ハイスクール卒業後、ニューヨークの米国商船大学校へ進学。卒業後に海兵隊に入隊し、士官、ヘリコプターパイロットとしてベトナム戦争に出生した。帰還後、ビジネスの世界に乗り出し、1977年に、 ナイロンとベルクロを使ったサーファー用の財布を考案し、会社を設立。その後いくつか会社を起こしたが1994年に47歳でビジネス界から引退し、金持ち父さん、口実から学んだ教えを広めるため、ボードゲーム、キャッシュフロー101、キャッシュフロー202を考案。1997年に著書、金持ち父さん貧乏父さんを執筆。 金持ち倒産貧乏倒産は全世界で51カ国語に翻訳され、109カ国で紹介されている。金持ち倒産シリーズは日本で累計300万部、全世界では累計2800万部を突破した。多くの経営者、ビジネスマンからの評価も高く、若いうちに読んでおいた方が良い書籍として推薦されている。また、 オンラインセミナーを配信しているスカイクウェストコム社にセミナー映像を提供している。下記外部リンク参照。不動産と株式投資を題材にした人生ゲームで、不労所得のみで生活できる状態になることがクリア条件となる。ゲーム内容については、お金のことを学ぶのに最適とする意見と、経済モデルを非常に単純化しているため以下のような批判がある。 著書である金持ち倒産貧乏倒産はこのゲームの宣伝のため執筆を依頼されたと言われている。リッチ、ダットやキャッシュフローテクノロジーの運営の他に清崎は引退後1997年から復帰し外部のビジネスベンチャーを運営を続け様々な投資に関わり続けている。2002年に南アメリカの銀行さんを買収。2002年の終わりに 中国の金鉱産会社を取得2000年代初頭にトロント証券取引所に記載されている IPO 案件からさらなる鉱山を取得した2009年著書コンスピラシー・オブ・ザ・リッチの中で現在同鉱山に取り組んでおり銅の価格上昇が始まると本格的に取得すると明かしている1960年代清崎は10代を通じて 最初の投資として、銀や金の硬貨の取引していた。2005年7月の記事で次のように述べている。もしあなたがわずか数ドルを持っていたら、近所の硬貨取引所に行って、可能な限り銀や金の価格に近い銀や金の硬貨を買いたいと思うかもしれない。あなたが本当に悪いものから良いものまでのコレクション効果について知識がない限り、私はコレクションとして、 価値のある効果に投資しないだろう。わずか20ドルのためだけであっても、あなたはいくつかの貴金属効果を購入し、世界史上最大のショックの一つに備えることは可能である。加えて、清崎は小金虫ゴールドバグであることを言及している。リチャード・ニクソン大統領が、金本位制を廃止した1970年代初頭から、彼は、US ドルの政府の発行ミスに対抗する。 ファイナンやルヘジとして金や銀のような様々な商品を保有していることを意味する。現役の不動産投資家でもある。資産の大部分は不動産投資に集中している。テキサス州やオクラホマ州、特に在住しているアリゾナ州を中心に、全米中に様々な不動産投資、不動産開発ベンチャー、グロパティマネジメントベンチャーを保有している。 彼の所有物の多くが、ホテル、ゴルフコース、大型団地で占めていることを、2010年の終わりののインタビューで述べている。1973年後半の小規模住宅、不動産投資を皮切りに、1970年代半ばから、マウイ島の小規模マンションに投資して、キャピタルゲインから、小学の利益を得た。1980年代、清崎は、 ゼロックス在職中に不動産持ち株会社を起業し、1990年代のアメリカで貯蓄化し付け器と1986年の税制改革法の後も、小規模不動産投資を継続した。その頃、差し押さえ投資不動産が再び3分で売りに出されていた時期だった。小規模不動産投資を進めてた後、清崎は商業不動産ビジネス、中規模団地へ移行し、 その大部分はアリゾナ州とアメリカ南西部に集中している。そして1994年に引退した。引退から復帰した1997年から清崎はマンション経営ビジネスに携わり続け2011年ジョン・ハーマンによるインタビューでマンションを1400棟を保有していると述べた。全米の倉庫トリプルネットリース 不動産投資ベンチャーへの投資のような商業、不動産部門に携わってきた。金持ち倒産ビデオ、インタビューの多くの記事で、全米の石油発掘事業と油性を所有しているが、エクソンモービルや BP のような石油会社には、投資していないと述べている。2010年、金持ち倒産ビデオの中で、太陽エネルギー会社の創業開始に投資したと述べた。最初の著書、 金持ち倒産貧乏父さんにおいてセルティフィカッツを介して安定して16%のロアに達していると言及している。金持ち倒産の予言に書かれているように清崎は12%を超える非課税配当利息を支払う不動産開発会社が提供する地方債、地方上都帝当リートのような様々な政府非課税債権に投資していると述べている。 ずっと石油会社の株式に投資していないという事実と同様に株式市場に投資したり投機したりしないと多くのインタビューで述べている。その代わりに金融市場においてストックオプション、外国為替通貨、その他のデリバティブを取引している。これは金持ち倒産の予言や2009年の不動産投資家、ジョン・ハーマンのインタビューで述べられている。清崎は ヘッジファンドや死亡、また、SEC 法により、富裕層や高所得者のためだけに、確保されている、プライベートエクイティファンドのような、他の様々なファンドに投資していることを、しばしば言及している。金や銀の ETF はもちろん金や銀の商品に投資する、商品市場にも関わっていると、2008年の著書、金持ち倒産のファイナンシャル IQ で記述されている。その理由は、 政府が国家通貨の発行で不手際を起こすのと同様にインフレーションやハイパーインフレーションのような不確定な経済力に対抗するヘッジとして商品を取り扱うからである。2012年8月20日、清崎の会社の一つ、リッチグローバル LLC がワイオミング倒産裁判所で倒産処理手続きを行った。この手続きは 米地方裁判所の陪審員による判決に従うもので、その判決は、清崎の以前のビジネスパートナーが、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンでの2002年の、清崎の出演を企画運営したイベントの利益として2368万7957.21ドルを取得する権利を得た。清崎のスポークスマンは、その報酬が、リッチグローバル LLC の資産価値を超過しており、 清崎は、その判決に見合う、個人資産を使う意思はないと主張た。2012年10月10日、破産申請を行ったことが、明らかになったホーブス紙によれば、ほとんどのビジネスは、リッチ、タッド会社を通じて行われていて、リッチグローバル LLC が倒産しても痛くも痒くも、ない状況のようだ。金持ち倒産シリーズに反を取る、レガシー教育アライアンス。 レガシーエデュケー,ーションアライアンスが英語諸国、地域、米国、カナダ、英国、南アフリカ、香港などの各地で大衆の個人財産管理に関する教育セミナーを行っている。セミナーは無料であるが、詳しくはアライアンスが行う各種の有料のコースがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。